同志社大学法学学法部部グローーバルコミュニケーション学部の英語長文を解説していきます私の解説動画は英単語、英文法知識があまりない方でも英語長文で得点できる形で解説しておりますので一緒に勉強していきましょう。各問解説始める前に長文読解で抑さえるべき3つのポイントについて解説します。1つ目が英文を読まない考える。2つ目が作者問題作成者の意図を汲み取る。3つ目が英文は抽象から具体に進むです。 この3つのポイントを押さえて英語長文に取り組むと、どんなメリットがあるかというと、時短でコスパよく回答できることと、そもそも英語を読まないので、英単語、英文法の知識があまりない方でも得点することができます。ポイント1つ目、英文は読まない考えるですが、英文はね読むものだろうという認識が皆さんあると思うんですけれども、英文読んでると、難しい英単語とか、難しい表現が出てきて、わからなくてそこで詰まってしまって、時間がかかって、時間切れっていうね経験、皆さんあると思うんですが、なのでね考えましょうということになります。 考えるっていうのは因果関係とか対比関係を用いて話の展開こういう話になっていくんじゃないかっていうことを類推する当たりをつけることをここで考えるというふうに言っています2つ目が作者問題作成者の意図を汲み取るということでまあ英文読んでるといきなり何なで作者がこんなこと言い始めたんだみたいなことってね経験あると思うんですがまあ大体そこって作者の主張があるわけですよそういう主張と意図を汲み取っていきましょうということです 3つ目が英文は抽象から具体に進むということで、第1段落の1文目って結構英単語が難しかったり、表現が抽象的で分からなかったりすることって多いですよね。最初から分からないので不安になってしまって、不安になりながらね英語長文、最初から取り組んでいくみたいなねことあると思うんですが、英文っていうのは同じ話が具体的に繰り返されているだけなんですね。なので、同じ段落で言えば後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいと。 で、そこで理解することができれば、同じ話が繰り返されてるだけですから、ね、段落全体理解できたということになりますよね。あのそういう、ね、英文の構造っていうのも一緒に、ね、確認していきましょう。攻略手順ですが、もちろんさっきの3つのポイントを意識してもらいながら、ステップ1としては、英文は読みませんので、単語ですね、特に名称をかいつまみながらメインテーマをつかんでいきます。 ここで言っている単語っていうのは難しい単語である必要では,ある必要はなくて、皆さんの知っているね単語レベルで十分かなというふうに思います。2つ目は話の流れを類推するということで、こういうね話の展開になるんじゃないかということをね類推していきます。その類推した話の展開が本当に正しかったかどうかというのを確認していきます。それがステップ3というふうになっていきます。このスステップ1からステッッププから 理由を繰り返しということによって英語長文全体を理解できるという流れになります私の解説動画もこの攻略手順に基づいて解説を行っていきますさてえー、と英語長文の方ですね格好問になりますが皆さんあの英語長文ね何から始めますかということですまあ、ね、いきなり英語長文読み始める人もいるでしょうし説問から見始めますっていう人もいるでしょうが 私が絶対にやっていただきたいと言っているのは注意書きです。そこから始めましょうということです。なぜ注意書きかというと、まあ、日本語が書いてあるわけですよね。で英語の、ね、問題テストにおいて日本語が書かれているというのはまあ大ヒントですよね。なので、そこをまず見ましょうということですで。そこを見て皆さん何をしますかということです。これはさっき言ってましたね、ポイント1であり、ステップ1ですね。 話のテーマを類推するということになります。今回はどうでしょうかね？これまなかなかね。また類推しにくいかなと思うんですよね。それぞれのあんまり関連性単語のね。関連性が因果関係とか見えてこないでしょうね。はい。 ただなんか首を切るとかぶら下がるって言ってるんで、なんか誰か殺されるのかなみたいなね。なんかそのぐらいかなと思いますね。あとはまあ暗号化と受信箱っていうのがあるんで、なんかメールの話、メールの暗号化、メールを受信するみたいな、そういう話が来るのかなっていうところぐらいかなと思いますね。あと皆さんどうですかね。もっと他にね、類推できた方いますかね。 はい、ここでね、涙水した内容が当たってるか間違ってるかっていうのはどうでもいいんですよ。まあ、当たってれば一番最高ですよ。もちろん時短になるので、ねはいただ、外れていたとしてもステップ3でね、涙水した内容を確認するっていうプロセスがありましたよね。そこでもし、ね、間違ってるって分かれば、その間違ってるって分かった時点で別に方向転換すればいい話なので、別にね、間違っていたとしても特段問題はないんですよ。ここで大事なのは、類推するということになります。 はい皆さんどうでしょうか私のね、えー、下類推移以外でもしていただいている方はね、素晴らしいかなというふうに思います。ではね、なんとなく当たりがついたところで、えー、見ていきましょうということです。で、私の英語長文の解説は、あの英文は読みませんからね、単語をかいつまんでいきますということです。で、かいつまむべき、注目すべき単語はマーキングしています。 逆に言うと、マーキングしていない単語、黒文字の単語っていうのは、呼び飛ばす、流し見る程度でいいかなというふうに思います。私の解説動画でもそんな感じで進めていきます。重要なね単語、マーキングしている単語を中心に解説動画ね進めていきます。はい で、早速ね、出てくる名詞といえば、まあ、えっと、メアリーが出てきますね。クイーンって言ってるんで、まあ、女王様のメアリーが出てくるんで、まあ、登場人物はね、一応マーキングしておこうかなというふうに思います。説問でもね、聞かれたりするのでね。はい、ということです。まあ、そのぐらいですかね。で、まあ、手紙がやっぱり出てきましたね。はい、セントルレターって言ってるんで、ということですね。ただまあ、ちょっとよくわからないですね。何が主題、何がメインテーマなのかはね。はい、次見ていきましょう。バットってきましたよ。 しかしってきました。しかしね、私マーキングしてます。これ、しかしの後って作者の主張が来やすいんですよね。なので、三角でマーキングしてます。皆さんもね、するようにしてください。で、えっと、バット、しかし彼女はザ・ペーパーをホールドしたって言ってますけど、ザ・ペーパーって何のこと言ってますかこれ、そのって言ってるわけで、ザってことはそのって言ってるってことはもうすでに。 出てきているからそのっていうふうに指示できるさせるわけですよね。じゃあ何のこれ言い換えですか皆さんここはいいですかペーパーパ紙ですよ。紙っぽいの1行目1つしか出てきてないですよレターですよね。いいですかここね。はい、だレターのことを言ってるわけですよで。レターをホールドしたって言ってるから折りたたんでるわけですよね。これ何で折りたたんでるんだろうなって感じですよね。はい、よくわからないです。でカットアウトしてます。なんか切っちゃってますよね。っていうことですよ。 あとはなんか中がね、3行目出てきてますけれども、えー、なんか首を切る。うん,なんか、なんかよくわかんないですけど、とりあえず切ってますよね。あ、首を切るじゃないわ。3行目は、ぶら下がる。はい。なんかよくわかんないですね。なんかとりあえず手紙をなんかしてますよね。で、えサンドペーパーとセーウ、カッコ A ですね。はい。The letter tied with locking. でありますけれども。おお、スイッチってありますよね。はいでここね。セーブしてますねえー。3行目かっこえ問ですけどもここはいいですよね。これ意味自体ね。皆さん単語の意味自体知ってるんじゃないですかね。さすがにセーブはまあ、ムーっていう意味ですから、まあどれですか？ということですけれども。ま1番ですね。バインっですよねが近いかなということです。はい。 これもね、あの単語の意味でいけるかなっていう感じですね。はい。という感じになります。で、えー、ここね、結局何をしてるんですかねこのメアリーさんは。なんでペーパーをフォールドしたり、塗ったり、切ったりしてるんですかねっていうことですよね。はい。皆さんわかりましたかね わ、まあ、かる方はね、ここピンとくるかなと思うんですよね。With Rocking Stitch とかね、ロッキングスティッチとかでピンとくる人はピンとくると思うんですけど、ピンと来なかった人はどうしますかまだメインテーマがちょっとピンときてない方どうしますかここはポイント3ですよね。 英文は抽象から具体に同じ話の繰り返しですから次の段落見ていけばいいですよね。はい。ということで次の段落で具体化されるだろう、分かりやすくなるだろう、分かりやすくなったところで理解しに行けばいいやっていうふうにここね、切り替えてくださいねということです。ただ、一つ言うことはザ・ペーパー、まあ、ア・レターですよね。これ言い換えザ・ペーパーに起きてましたけども。 言い換えが起きてるってことは、同じことを何度も何度も言ってるわけですよね。何度も何度も作者が言ってきてるってことは、これは結構重要なわけですよ。手紙っていうこのワードは。 そうですね皆さんだって誰かと友達と会話するとき、自分が言いたいこと、主張したいことって何度も何度も言いますよね。これ問題作成者も同じです。まあ、ここはある意味ポイント2ですよね、えー。作者の意図、主張を汲み取りましょうと言ってましたけど、ポイント2です。何度も何度も言ってるってことは結構そこ作者が重要だよ、主張したいんだよっていうこと、ねえー、になります。だからこここののレターーっていうのはメインテーマになる可能性かここでの 段階ではかなり高いんじゃないか？っていうところは累推あたりをつけるようにしましょうということです。はいで、その上に類推ができたということで、次行きましょう。そうすると、えー、テクニック This テクニックって聞きますね。this テクニックですが、このテクニックって言ってるんですから、何のこと指してるんですか？ これはおそらくですけど、さっきの手紙を折るなり切るなりしてたところですよ。縫うなりしてたところですよね。まあしかないですよね。テクニックっぽいのはね。はい。が、これが今では、これで、レターロッキングって呼ばれて、ここで、ああ、そういうことかって気づいてくださいね、これ。はい。つまり、その手紙を切るとか縫うとか折るとかっていうのは、レターロッキングだって言ってるんですよ。レターロッキングってつまり、ここはピンと来てくださいね。つまり、暗号化でしょ 手紙をね暗号化するってことでしょさっき中で出てきてたじゃないですか。これが中を最初にあらかじめ確認してることの意味ですよ。さっき暗号化とか受信箱っていうワードは注意書きで来てたじゃないですか。なんかそういうメール系とかの話が来るんじゃないかなって当たり類推つけてましたよね。ここでそれが生きてくるわけですよ。いいですか。0から0 1でね、0から0ベースから英文読んでるとこういうところでピンとこないんですよ。ちゃんと注意書きを見て、 当たるか外れるかよく分からないけど、類推したことによって、ゼロベースから読み始めてるわけじゃないですよね。我々ね、1か2はあるベースから読み始めてるから、こういうところで当たりをつけられるんです。ああ、そうかって思いつけるわけですよね。はい。だから、中から読むって、中からね見ていくっていうことが大切ですし、類推するっていうことがいかに大切かということです。はい。ここでいいですよね、皆さん。だから、つまり、その切るとか縫うとか折るっていうのが、昔の レターロッキング。昔の暗号化的な役割を果たしてるわけですよ。手紙の暗号化的なね。はい。ということですよ。だから今ではレターロッキングって言われてるけど、昔ではそういうことに当てはまるっていうことですよね。はい。ここでね、あの、今回のね、文章のテーマね、ピンと皆さん来ましたよね。はい。です。で、X の質問があるわけですけど、Important for Determining Snoops これ何でしたかね中見ると、覗き見ること。だから、 だから何なんですか覗き見ることをさせないためにレターロッキングしてるんですよ。させないために手紙を切ったり塗ったり折ったりしてるわけでしょっていうことですよね。はい、で、あず、えー、また注意書きが来ていて、インクリプションって読むんですかね暗号化っていうワードが来ていますね。はい、インクリプション is to your email inbox today! だから 過去はもそうだし、現在もっとここ過去と現在比較してますよね。でも比較してますけど、今回は同じですよね。同じく昔も今もレターロッキングしてるよ。やり方は違うでしょうけどね。っていうことですよね。で、ここで、X、もう温まりますよね。皆さん。アズがあるじゃないですか。アズがあるってことはあずあずですよね。 過去と現在を対比して同じようにねっていうの話の文脈なんでしょはい。だからもうこの X はあずしかないですよねっていうことですね。はい。一番ねあ。A の X は一番になると思います。はい、次行きましょう。で、次ですよ。で、All that o o と来ましたね。だけれどもっていうね、来たので、ここ対比が起こるかもしれないんで、 三角マークつけてますよ。皆さんもつけるようにしてください。ディスアートって聞いてますこのディスアートって何ですかこれアートって絵じゃないですよね。アートって技術っていうね、はい、意味もありますからね。このアートって言ってるわけですから、これ何のこと言ってるんですかつまり、手紙を折ったり縫ったり切ったりしてることですよね。はい、いいですかつまり、ディステクニックの言い換えであり、 手紙を折ったり切ったり縫ったりしていることの言い換えです。だから、これ何度も何度も出てくるってことはどういうことなんですか作者が主張したいことってことですね。作者にとって大事だと思っていることですからってことですよね。ここね、絶対メインテーマだってことですここ逃しちゃいけないですよっていうことです。ですよね。だから、英文は、ポイント3ですよ。同じことの繰り返しだし、同じことを言ってるってことはそこ大事だよってことですよ。はい。いいですかね。フロえっと フェイリッ薄れてきたって言ってるこれはプラスですか、マイナスですかマイナスですよね。だからこのテクニックって1830年ぐらい、はい、薄れてきたと言ってるんですよ。だけれどもですよ。薄れてきたけれども、アトラクティックリニュー。これはプラスですか、マイナスですかプラスですよね。はい。プラスですよね。はい。だから、あここね、オルゾートが来てるわけですね。はい。Attention from schoolers。だから スクーラーズ。まあ、だから研究者にとってはアテンション、まあ、注目を浴びるものだった何かというと、このテクニックがですよね。このディスアートがですよね。と、はい、いうことですよ。まあ、それはいいかなという感じでしたね、はい。で、B ですね。アドベントありますけど、これはもう単語の意味知ってますよね。はい、アドベンチャーね。はい アドベント。まあ、現れる、出現するですよね。もし分からなかったとしてもですよ。100歩譲って分からなかったとしても、ファイットしてる、薄れてるわけですよ、この後はね。薄れてる、消えてる、流行らなくなってるってことは、何かが流行り出したから流行らなくなったでしょ。だって今の世界でもそうですよ。何かが流行ると、服とかもそうじゃないですか、アパレル系もね。何かが流行る、何かが流行するから、 もともとブームだったやつが廃れていくわけじゃない消えていくわけじゃないですか。そうですよね。何の世界においてもそうでしょ。そういうところから類推してもらってもいいかなと思いますけど、このぐらいの単語はね、さすがに皆さんね、知ってるんじゃないかなというふうに思いますが、AB Advent、出現するなんで、イントロダクションでしょうね、導入する。まあ、それが一番近そうですよね。とい,いうことになります。 じゃあ次に見ていきましょう。で、え、プログラム、問題が決ますしかし、プログラムってあるんで、これはかなり重要になってきそうですよ。はい。作者の主張が決まる、バットで作者の主張が決まさらに、プログラムと問題って言ってるんです。これマイナスですよね。はい。ね、問題って言ってるんで、何の問題なんだろうって言うと、微妙と、え、permanently damaging, priceless bits of history って言ってるんですよ。どういうことですか ダメ,ージですね、ダメージなしって言ってるんですよ。つまりね。つまり、ロックレターに対してダメージなしで開けたいわけでしょ。そうですよね。解除したいわけですよね。いいですかそういうことですよね。っていう方法をがどのような方法があるんだろうみたいなことを言ってるわけですよね。はい。いいですかだってそうですよね。今、手紙っていうのは古来はめちゃめちゃ折りたたまれたり、なんかすごい複雑なことをして、 ね、そんな簡単に開かれないように暗号化してたわけでしょ。でそれを傷つけたくないわけです。なんで傷つけたくないんですか、研究者たちは。だってそこに歴史があるから、それどうやってこう折りたたまれていたんだろうっていうね。だって一回開いちゃったらもうその折りたたんでたその歴史がパーじゃないですか。どういうふうに折りたたまれてたのかっていうその暗号化の歴史が水泡になっちゃうわけでしょ。消えちゃうわけでしょ。<laughs> 手紙を開いた瞬間ね。だからそういうことをせずに、開かずに、 まあ、手紙の中に、まあ、何が書いてあるのかっていうのを知りたいと。それがまあベストですよね、研究者にとって。ここのたりは類推してくださいね。ウィズナーとダメージングあたりからね、はい。あとヒストリーっていうところからね、はい。ということになります。で、次の段落いきましょう。えー、なんかサイエンティストが出てきますかはい、スコーラーズ出てきますあ。ビジュアルリアリティテクニック。はい、ビジュアルリアリティテクニックっていうのは今までなかったですね。 はいこれ新ししく出てきましたよでなんでここでビジュアルリアリティテクニックっていうのが出てきたんですかこれはさっき疑問を投げかけてたじゃないですか。はいいいですかダメージなしで手紙を開封したい。その方法ってどんな方法があるのって疑問はてなマークまでつけて,て,くれてたわけですから、この話がですよ、来るんじゃ次の段落以降来るんじゃないかってちょっとさっき言い忘れましたけど、類推してくださいね。 大体疑問系のハテナなんかついてるのは次の段落、その回答が来るわけですよ、答えが。その質問に対する、問いに対するね。そこはちゃんと前の段落の時点で類推、当たりをつける。これはステップ2ですね。ステップ2であり、ポイント1、やっておいてくださいねということです。で、それの回答として、あ、ビジュアルリアリティテクニックが来たんじゃないか。つまりこれがその開封せずに、 あの手紙の中身を見ることができる方法なんじゃないか、そう、ぽいじゃないですか、ビジュアルリアリティなんかさ、言ってる感じが。でしょそうですよね。はい。っていうことですよ。で、どうかっていうと、ビジュアルと、ティアリングアップってくるじゃないですか。ティアリ、咲くことなく、開封することなくってことです。つまりね、まあ、言い換えですよね、ただ単に。はい。ということで、ヒストリカルアチーブメントって、し、ね、問題来てますけれども、このヒストリカルアチーブメントって何ですか、つまり。 The of ってつまり何のことを言ってるんですか何をティアリングアップしたくないんですか何をティアリングアップせずになんですか手紙をですよねいいですかはい。だからこの C は手紙系ですよね手紙系のことが来るわけですけれども。どれですかということですよこれ手紙ですから、ですよねことじゃないですよねものですよね ?C ですけども、1、2、4は全部ことですよねアチーブメント、実績も ことですし、イベントもことですよね。テンションも緊張、ことですよね。ものじゃないですよ。物体じゃないですよね、全部ね。物体なのはファイルしかないですよ。手紙は物体ですからね。はい、もうこれはね、ことかものかで考えればあの分かることかなというふうに思います。3番ですよね、ファイルですよね。いいですかね。はい。ということです。じゃあ次の段落いきましょう。えー。 で、でですよ。で、次の段落で何するかっていうと、要はその、あ、バーチャルリアリティテクニック使いそうじゃないですか。はい。この次の段落行く前にここ想像しておいてください。類推しておいてくださいね。次はもうバーチャルリアリティテクニックが出てきたんだから使いますよね。使って何するんですか。手紙の中を開けずに解読しますよね。そうですだって絶対それ次やるでしょっていうことですよね。はい。そういう風に類推しておいてくださいね、ここね。はい。 ですでその類推し,した段階でステップ3ですよ。その類推した内容が正しいか確認していくのが次のね段落見ていきましょう。そうすると、4 underlined letters とか来るわけですよね。だから4つのなんか手紙が来たわけですよ、はい。じゃあ開封するんじゃないかってことですよ、そろそろね。このバーチャルリアリティテクニック使ってね。はい、で、なんか1680が1706年になんか書かれたみたいなこと言ってますけど、はい、そろそろ開封するんじゃないかってことですよ。 で、なんか3148とか来て、577のレターが、わあネーバーアンロックってるじゃないですか。はい。アンロックされた577つのレターが来ましたよ。じゃあ次これどうされますもうここ、類推です。当たりつきますよね。さっきもやりましたけれども。これを開封するんじゃないかってことです。あ、ビジュアルリアリティテクニックを使って、 開封するというか、だから開けずに中を読み取るわけですよね。はいってことをするんじゃないかということここ次の段落当たりつけていきましょう。そうすると見ていくと、さニューテクニック来ましたね。はい、いよいよ来そうです。さニューテクニックって何のこと言ってるんですこれ何の言い換えですか英文はポイント3ですよ。同じ話の繰り返し、単語も言い換えが起きてますよ。言い換えが起こる単語っていうのは作者の主張ですよ。重要な単語ですよ。 あビジュアルリアリティテクニックですよね。だってテクニックって言ってるんですが新しいテクニックね。って言ってるんですからはい。で、それが、オープンは、ウィンドウインとーの説問が、っても、広いリーをコミュニケーションセキュリティそうですよね。じゃないですかはい。あ、え、い、uh, と、と、researchers studying stories concerned in B があって、ページファンなんとかなんとかなんとかってあるわけですよつまり、ニューテクニックを使ってオープンするわけでしょ。何をオープンするの手紙をオープンするわけで手紙オープンするっていうか、まあ、手紙の中身を解読するってことですよね。はい、手紙自体をオープンしちゃダメですよね。物理的にね、はいそう。折られてるのを広げちゃダメですよね。折られてるのを広げずに中身を見る、解読するっていう意味でのオープンですよね。これね。はい、いいですよね。 オープンンはウィンドウですよねでそうすると当然、暗号化の,その歴史っていうのも分かりますよね。そうですよね。解読するんですから。で、さらにです、ね、エイル、さらに次の行でリサーチャー、スターニングストーリーズ、コンセンス、ま隠された歴史、隠されたストーリーっていうのも 勉強まあ勉強ってここで言うと研究ですよね、研究者ので、研究できますよね。だから今までわからなかった歴史とかストーリーを手紙の中身を解読できたことによって明らかにすることができますよね。そういうことを言っているんじゃないかと、ここで類推してくださいねということで、そうですよね。だ,だから研究者は解読したいわけでしょ。 手紙の中身を見たいわけじゃないですか。それは歴史を知りたいからですよ。ストーリーを知りたいからですね、研究者はね。そういうものをストーリーとか歴史を研究しているわけでしょこの人たちね。とい,いうことですよ。で、このカッコアはいいですよね、もうね。さっき言った通りですよね。はい。なんで、明らかにして解読したいわけですよね、中身をね。はい。もうカッコアは3番ですよね。リーベル明らかにするということですね。詳細明らかにするということですね。はい。 take good care of とか、世話をするとか、そういう話じゃないですよね。いいですか ?1 番とか、コンシールって隠しちゃダメでしょオープンしてるんだから。なんで隠しちゃってるんですかってことですよね。2番もちょっと意味がよくわからないですね。これ明らかに3番ですよね。ということです。で、あとは問題として D がありましたね。Fragile フレイゲルページファウンドインアチーブって言ってましたけれども、 えー、つまり何に隠されてたんですかこれは。何にストーリーが隠されてたんですかそれがインコですよね。そのインフレーゲルページにストーリーが隠されてたわけですよ。何に隠すもうか手紙ですよね。そうですよね。昔の手紙ですよ。で、えっ、ー、と、これフレーゲルね。これも知ってる人はね、知ってる方も多いんじゃないかなとまあ、もろいとかですよね。はい。 ですけれども、D ですね。はい。の問題ですけど、どれですかということです。まあ、手紙の話なんで、ということですよね。そうすると、まあ、D でしょうね。もろい。エンリケイトっていうことですよね。はい。まあ、どうですかね。スメルか。2番は選ばないかな。芯も薄い、厚いとか、そういうね、厚さの話してないんでね。はい。 全くね、そういう手紙が薄いとか厚いとか、そういう話してなかったですよね。香りの話もしてなかったですかね。まあ、迷うとしたら4番なのかなと思いますけどね。はいまあ、これはね、フレイゲリの意味を知ってるか知ってないかになるでしょうね。1番と4番ね、選ぶ際にはね。はい 知らなかった人は、ね、しょうがないんじゃないですか、捨てるしかないですよね。まあ、1番か4番かで、ね、鉛筆振って運試しって感じじゃないですかね。まあ、別にあの満点で、ね、大学受験、ね、英語文ね、取る必要ないんで、まあ、捨てるところね、捨てればいいかなというふうに思います。はい、ということです。 で、次、えー、見ていきましょう。まあ、あって、まあ、あとは次で、ね、えっ、ー、と、インアンインタビュー以降でいいかなと思います。インアンインタビュー以降ね、また人が出てきます。まあ、人がね、出てきてるんで、ここもマーキング渡してなかったですけども、えー、してもいいかなというふうに思います。はい。で、その人が何かあ言ってるわけですよね。えっ、ー、と、モアチェクノジカル、いいですね。モアチェクノジカルインクラインクラギュー。 could to find a way to digital open the locked letter. デジタルオープンザロックドレターってこれ何のことですかこれいいですよ。これもまた言い返してるだけですよね。さっきで言うとこのザ、The New Technique ですよね。であり、バーチャルリアリティテクニックのことですよね。これもまた言いい介起してるんですよ。だから、同じことのいいあの繰り返しなんですよ、英文っていうのは。はい言い介起してるんでね。はい、が、を見つけることができるとか言ってるわけですよね。はい もしないないな、もしいいならばってことを言ってるわけですね。で、時間が戻りまして、2014年になりました。はい。で、えっと、search letters by cutting t e m カッティングゼムですよ、これ。はい。カッティング e ムってことはさっきのああバーチャルリアリティテクニック使ってるんですかどうですか使ってないですよ。使ってないから切らなきゃ、カッティングしなきゃいけないんです。バーチャルリアリティテクニック使ったら切らずにってことですよね。うん。 あの開かずにってことですよね。はい、でダメージさドキュメメントアンドオブスケア、はい、ダメージしちゃってますよ。カッティングしちゃってるんですから、それもまずいですよダメージしちゃってますよ。だからここはまだバーチャルリアリティテクニックは出てきてない時代の話をしてるんでしょうね。はい、このアッツ・ザ・タイム2014年っていうのはね。2014年以降に多分このバーチャルリアリティテクニックっていうのが出てきたわけでしょ、はい、っていうことですよね。だからちょっと時代がこれ戻ってるわけですよ。ここ注意してください。実験率ですよ。はい、です。 で、このいいですよ。だから、もともとなかった。2014年にはバーチャルリアリティテクニックがなかった。でも、今はあるんでしょなんであるんですかそれは、いいですよね。モアテクノロジカルインクライアンドコレータ同僚でしょはい。まあ、同僚がわからなくて、よりテクノロジカルがテクノロジカルになったわけモアって言ってるんですかテクノロジーがつまり進んだの、後退したの進んだんでしょ進んだから、バーチャルリアリティテクニックができたんでしょですよね。はい。 いいですかこの時系列ちゃんと押さえてくださいねということですですからい、e、いですよいい、e、はどれになるかっていうとどれですかということです一番アビューズ乱用したとか乱用したって話もそもそもしてないしだってここはプラスでしょだテクノロジーがより進んだって言ってるんだからどう考えてもプラスなんですから ね、プラスの選択肢選びましょうよ。もう1、2、4とか、2もアンスキルとか言っちゃってるし、4もリジェクトとかしちゃってるし、マイナスですよね。ここプラス選ばないと。ということは、もう3番しかないですよね。ということですよ。いいですか、はい、ということになる。もうプラマイでわかりますね。ここはね、選択肢がね。わ、はい、かると思います。 じゃあ、もう取りましょう。で、あ、い、う、え、おってあるんですが、ここで、ね、まあ、並び替えみたいなところですね。ここはね、まあ、文法の問題なんで、できない方はね、できないでいいと思います。切り捨てる方は切り捨ててもらっていいと思います。はい。さっきも言った通り、満点取る必要はないので、はい。次いきましょう。えー、プザオリジナル o r はい。キープザオリジナルキープザオリジナルっていうのは何をオリジナルにしたいんですか元の状態です。元の状態でキープする。何を元の状態でキープするんですか 手紙ですよね。ここはいいですよね。そのことを言ってるのはいいですよね、オリジナルがね。はい。いいですかね。ちゃんと文脈を押さえてくださいね。で、どうやったらじゃあキープザオリジナルできるんですか、手紙を。バーチャルリアリティテクニック使うからでしょ。ですよね。だから、バーチャルリアリティテクニックの話出てきますよ、ここから。っていうふうに V3、当たりつけておいてくださいね。ここステップ2であり、ポイント1ですよ。はい。やりましょうということです。 もうねその後まさに書いてあるんですよ。You can keep learning from them.Lock the pocket,、uh, pockets closed. っていうね言ってますよね、まさにね。いいもうステップ3ですね。今確認している状況です。やっぱりそうだということですね。バーチャルリアリティテクニックのこと言ってるわってことですよね。その後もねいいですよね。Carefully forward to become their own security angle.The first step.First step って言いましたまずね。だからこれ何のファーストステップなんですか もういいですよねバーチャルリアリティテクニックでしょバーチャルリアリティテクニックを使ってどうやって解読するかっていう話でしょ。はい でずっと、ね、その話をしてきたんですから、はい、その話のファーストステップですよね。じゃあどうやって解読するのか。ファーストステップがあるってことは、セカンドステップもありそうだってことも、ここで類推合,合わせてつけておいてくださいねということです。いいですかね。ファーストがあるのはセカンドがあってファイナリーぐらいあるだろうってことですよ。いいですか、はい、ここら辺、ね、もうポンポンポンって出てきてくださいね。はい、でザいや、デジタルオープニング、はい、デジタルオープニングしますよ。デジタルオープニングってことは、 切ったりしないですからね。いいですか。はい。で、あアルマンスエクスレマ、だから、なんか。うんと、エクスレイだから。えっ、ー、と、そういうエえっ、ー、と、紫外線じゃなくて、なんだっけ、こういうのって。えー、エクスレイ、要は使ってるわけでしょ放射線か、放射線とか使ってるわけでしょはい、ということですよね。は、う、い、ん、だから放射線とか、使って、要はなんか。中身を。透視してるんでしょうね。はい、ということですよ。で、まあ、うぬかぬんって言っているだけですよね。はい。 で、えっ、ー、と、まあ、分析しあ、コンピューター分析しましたイメージを、で、E があって、フォールド、アンドオーモストマジカリー、トラ s into the f l フラットシートのようにしたってことです。フラットシートってこどういうことですかなん何のことを言ってんですかこのフラットシートって。平らなシートってことですね。これ何,何のことですかこれは。今の文脈から考えると、これ手紙でしょ手紙をフラットのように、つまり、その、 折りたたんでたやつをこう全部折りたたんだのを <laughs> 広げたとこでしょ、はい。まさに広げた状態のようにしたわけでしょ。この何がバーチャルリアリティテクニックなんですよ。つまり何が言いたいんですか、これは。でも広げちゃダメですよね。まあ、物理的に本当に広げちゃダメですよね。そうですよね。折りたたんでたものを本当に広げちゃったらそれは歴史がなくなりますよね。はい、暗号の歴史がなくなっちゃうじゃない。それをやりたくないからバーチャルリアリティテクニックを 発明したんでしょう。開発したわけですからね。本当に開いちゃだめですよ。本当に開いたようになるんですよね、これね。皆さん、ここはちゃんと考えてくださいね。今までの文明で、ね。本当に開いちゃだめですよ。と、はい、いうことは、本当に開いたようになるってことは、つまりどういうことですか,だからちゃんと解読できる、読めるレベルになるってことですよね。いいですかだって、折りたたんだ状態のものの中を X-ray で、放射線で、例えば中が見えるようにしたとしても、 折りたたんじゃってるんですから読めないじゃないですか <laughs> 断片的にしか読めないですよねそうですよねちゃんと広げた状態のような本当にちゃんと手紙のような状態にしないで読めないですから,だからそういうことを言ってるんだろうなってことですよつまりイの部分もそうですよねアンドって来てるじゃん and, uh, uh, and the h o l ズ and って言ってますよねイ、e, the hold and って言ってるんで アンド以降っていうのは多分同じ並列ですからね、アンドっていうのは。同じようなことを言ってるんだろうなってことですね、アンド以降と。そう考えると E っていうのはそのフォールドって折りたたみですよ。折りたたみを、要は、どういうこと広げたような状態にしたって。だってフラット,フラあフラットシートっていうことで広げたような状態にするからフラットシートになるわけでしょ。そうすると E はどうですかオープンアップでしょってことですよ。デッソル一者そもそもねダメでしょってことですよね。はい。 ヒヒャーパート引き下げじゃダメでしょって感じだし、これは2番かなということです。これ、アンド以降がちゃんと並列の関係になってるってことを読み取れますか、読み取れないですかっていうのをこれ問題作成者、皆さんに問うてきてますよ。はい。ということですね。この、アンドっていうんですか、アンドっていうんですか、この E の単語を知ってるか知らないかっていうことを問題作成者、同志社大学は問うてきてないですよ、皆さんに。 このっていう並列をちゃんと認識して、類推することができるかっていうことを皆さんに聞いてる質問ですかね。ここポイント2でもまあありますね。問題作成者の意図をくみ取りなさいってことです。なんでこういう問題出してるのかってことですよ。はい。皆さんに暗記能力を求めてるわけではないですよっていうことです。はい、次行きましょうえーザ。え The Team って、まあ、t e a はいいですよね。はい。 でトランスレイトワン、えー、オブザデジタルオープンデレクはい。まあ、今までのことを言ってるだけですよね。はい。で、解読ついにしましたよ。はい。まあ、そうですよね。せっかくね、中を放射線でねあの、透き通らせて解読、ね、したんですから、中身もどんな内容を書いてあるかってね、当然ね、解読したくなりますよね。はい。ということです。で、えっ、ー、と、なんかたくさん解読したんですかはい。しましたみたいな感じですよね。まあ、ここら辺どうでもいいです。で、Y があって、r e u e s t for a s e r c h f i e d copy オーバーデススノーティス解読したら何だったんですかっていうと、デスノーティスだったわけでしょ。はい。ってことです。で、Asked for news of your health. 生きてますか健康ですかみたいな尋ねてたわけですよね。だから はい、要は、デス・ノーティスというのは死亡診断書みたいなことでしょ、はい、をリクエストですか要求してたわけです。じゃあだから、要はちゃんと生きてんの,信念の、死んでんのみたいな,な、生存確認みたいな感じなんですかね、はい。みたいなレターだったってことを言ってるだけですよこれね。だから、手紙の中身が解読したらそうだったって言ってるだけですからね。まあ、さほど、ここは重要か重要じゃないかというと。 重要じゃないですよね。だって、作者の主張とここ関係ありますか中身が死亡診断書だったか、何だったか、友達とのなんかただのやり取りだったかなんか別にどうでもいいわけでしょ手紙の中身なんか今言ってないですよね、はい。そこに作者の主張はないですよね。手紙の中身がう々ぬんだっていう話を別にしたいわけじゃん作者はないですからね、はい。ここいいですかね。だからここはね、まあ読み流す程度でいいかなと思います。一応ね、あのマーキングはね、オレンジでしてますけどっていうことです。はい で、次の段落また行くと、モアイコーですよ。もうアナリシスがあって、ザ・ペイパーが付け加えて言ったのが、ノット・オンリー・バット・オールソー、来ますよね。これね。はい。ノット・オンリー・バット・オールソーってどっちが大事だったんでしたっけどっちに作者の主張があるんでしたっけバット・オールソーですよね。まあ、今回、バット・オールソーじゃないですバットですけど、このバット以降にありますよね。ここは絶対見ないとダメですね。はい。 the r e g i o n s politics religion music drama and patterns of えっと migration って言ってるわけですけど、つまり手紙の中身を解読することによってえ何がわかるもう手紙の中身がわかること自体はまあそれは当然ですよね当然ですけどそれ以上にその地域のところとか politics とかその主義とか あドラマとかミュージックとかあ、そういうものも分かりますよっていうことを言いたいわけですよ。だから、手紙の中身以上のことが、その時代の背景とか、その時代のことがよく分かりますよねっていうことをこれ言いたいだけですよね。いいですか、皆さん。はい。こうね、not only but also ね、not only の方なんか読む必要ないんですよ。見る必要ないんですよ。b u ト t の方を見るんですよ、皆さんね。ここちゃんとね、認識しておいてください。 で、えーまあ、Y の、ね、問題がありましたけれども、oh, it turned Y to be もうね、これはいいんじゃないですか。もうターンってきたら、ターンアウトですよね。Y ですけれども。はい。説問ね、3番ですよね。これはまあね、ターンアウト逆に、えー、知らない人はね、しょうがないかな。ターンアウトはまあ、わかる理解するってことですよね。はい、わかったってことですよね。ターンアウトでね。ええー、まあ知らない人はね、しょうがないのかなと思いますけど、まあ知らなかったら捨てるしかないですね。ここの問題は。はい。 で、The、え、Paper、ー、ーー F ですね、はい。これは何ですかということです。これも説問になってます。The Paper ーーっていうのは F ですけれども、記事が付け加えたんですかさっきの情報を。カードが付け加えたんですかページが付け加えたんですかシードが付け加えたんですか もうまあ一番近いのは記事でしょうね一番でしょうねまあここで言うとまあ論文っていう意味なんでしょうねはいということになりますこれはねなんとなくイメージ的に分かるんじゃないですかニュアンス的にという感じですはい次の段落いきましょうインアディション加えていきますよはいいいですか 加えて何にかが分かったわけですよねここ論点が加えてって言ってるんですか。追加されますよねただ言ってるそのな方向性自体はインナーアディション加えてなんで同じですよね同列ですよね、はい、ここでいきなり対比が起こるとか作者の主張が 正反対になるとかっていうことは起きそうはないにはないですよね。はい。あくまでも変わらずだけれども何か論点が追加されるってことですね。だからその追加される論点を我々は知りたいですから、そこをマーキング単語していきますよ。そうするとどうですか ?The first s y s t e m i z a t i o n of letter l o c k i n g technique をっていうことですよね。はい。っていうのが出てきました。で、12で、まあ分からないですよここに何をシステムみたいな。レター l o キ k i n g technique のシステムって のシステマライゼーションなんだそれみたいな感じですよね。わかんないです。わかんないときはどうするんですかこれ次を見るですよね。ポイント3ですよ。いいですか抽象から具体です。で、これがおそらく The First s y s t e m ンオ i z a t i o n o p e テ a t ック Locking Techniques っていうのはおそらく抽象なんだろうと。 だからこれがおそらく次で具体化されていくぞっていうふうに身構えればいいんですよ。そうすると12とかなんか具体的な数字が出てきてるんですから、あ、これ具体化されてるなってわかりますよね。そうすると12フォーマットオブロック t t e r っていうのがフォーマットがあるんですね。方式があるし、10多分だから何を言ったらいいかっていうとレターロッキ、レターロッキングテクニックに12の方式があるわけですし、だからいろいろ種類があるわけですよね。はい、まあ折るの、折り方とか、<laughs> あ 切り方とかいろいろあるわけでしょ。はい。そういうことを言ってるわけですよ、おそらくね。で、64のカテゴリー、まあなんかカテゴリーとしてもなんかいろいろあるんですって。はい。で、G 以降ですよ、G があって、As, tracks, slits and h o はまたね、だから折り,折り込みのその方法とかも64のカテゴリー、いろいろ種類があるってことを言ってるわけですよね。で、この G の説問はもういいんじゃないですか はい、つまり、ね、マニプレーション、まあ、マニプレーション自体も知ってる人多いと思いますけど、マニプレーション、アズ、知らなかったとしても、アズってあるんですかつまり、これは同列ですよね、後ろとね。トラック、スリッツ、スリッツ、アンフォールド、同じですから、フォールドはみんなわかるじゃないですか。折りたたむですか折りたたむってことは手紙をお、まあ、操作してるみたいなイメージでしょうね。はい。だから、それに近いイメージですよ。フォールドに折りたたむ、手紙を折りたたむことに近いのだと、 どれですかオーナメントとかリザルトとか全然違いますよね。はい。<laughs> 全然手紙を折りたたむこと違う。はい。3番じゃないですか。手紙を折りたたむってことはここテクニックなわけですよね。はい。ねまさに出てきてたじゃないですか。カテゴリーだ、フォーマットだって言ってたじゃないですか。それも手紙を折り込むってことも、えー、レターロッキングテクニックなわけですよね。はい。言ってるじゃないですか、ここで散々ね。はい。 これね、G はマニュピュラーションを意味を知らなかったとしてもできる問題だというふうに思います。はい。ではね、次の段落見ていきましょう。また指が出てきていますけれども、そう、ディバース、はい、多様性ですよ。これ、ダイバースはね、はい、ダイバーシティとかね、言いますよね。 この H はもういいでしょう。うーんこれはさすがに、ね、知らないとまずいですよね。単語ね。バーリー様々な4番ですよね。H4 番です。Person's Rock <S、はい。Person's Rock。人々のロック、はい、が good to ルトサ v ブ、Almost as a signature sign ですよね。はい、Person's Rock がサイン、署名だ、サインだって言ってるんですよ。 なんでですかこれ何ですかどういうことですかここはピンと来てほしいですね。はい。ここはね、ピンとくるんじゃないかなと思いますけどね。だって、多様なんですよ。いろいろ今、その、レターロッキングテクニックスにも種類がある、多様性だ、多様してるって言ってるんですよ。いろいろ種類があると。ってことは、 パーソンそれがとても多様化して、そうダイバースしてるから、パーソンズロック、つまり一人一人の、一人一人癖があるわけじゃないですか。だってサインとかでもそうですし、有名人のサインってみんな同じサインしないでしょ、有名人。それぞれ個性がありますよね。だからそれと同じよ。レターロッキングテクニックスもそれぞれ人によって個性がある。個性があるから、アゾア・シグネチャーって言ってるんですよ。だからサインのようだって。 っだからこの逆に言うとこのああこういうなんかレターロッキングテクニックしてるやつってあの人 A さんのことだなみたいな。 あこのなんか切り方は B さんだなとかあ、この折りたたみ方の組み合わせはなんか D さんじゃないみたいな、そういうことでしょ。個人を特定できるってことをここ言いたいわけですよね。はい。皆さんいいですかここね、ちゃんと類推してくださいね。ここはやっぱり考えるってことです。英文を読んでると、なんでこんなとこにアザー a s i g n a とか来てるのかわからなくなっちゃいますよっていうことです。いいですかはい。ちゃんと文脈で考えてください。類推してくださいということです。う、見ていきましょう。そうすると、説問は Become Ambassador for You ですけれども、 まあ同じようなねことを言ってるんですよ。なぜなら英文は同じ話の繰り返しなんで、さっきの文と同じことを言ってるんでしょう。そうすると、うですけれども、どれですかこれは4番ですよね。serve as you are, representation, uh, representative, uh, representative re っていうか、表現ですよね、はい。あなた自身の表現を与えてるってことですよね。representative ってことですよね。 えー、他は違いますよね。はい。いいですかね。インターナショナルフェイム名声、名声の話なんかしてないですよね、みたいなね。はい。3番も、セン,えー、セ,ンチンセンティメントセンチメント感情の話とかして、個人的な感情 <laughs> そんな話してないですよね。はい。ポリシーとかもね、主義、主張とかの話じゃないですよね。はい。アザースイグネチャー、あずくまで署名ってことですね。はい。ということになります。4番が正解でしょうということです。 えー、次の、ねはい、段落いきましょう。ビ i z n o w とか。w i z n アビリティアンロックレターデジタル。つまり、そのビジュアルリアリティテクニックが WizNow と言か。なかったとしたらですよ。なかったとしたら、いってくは Decade for scores to conclude。そうです。Decade ってことは そうです10年間ですよね、デ、は、ィ、い、ケード数、まあ数十年、数十年間、数十年間、えー、コンクルードすることがつまりできなかったわけですよね、ないないなしでは。はい、そうですよね、いいですか。さっきのね、ま、あのメアリーさん出てきてますけど、一番最初の一段落目で出てきたメアリーさん出てきてますけど、つまり結論が分からなかった、コンクルードが分からなかった、これはもう、 何言ってるか分かりますか ?1 行目でこれはもう類推してくださいね。これ読んでるとわけ分かんなくなりますよっていこと。つまり、ね、この逆に言うと、あえー、とあビジュアルリアリティテクニックができたから手紙の中身が分かったわけでしょ。解読することができたわけでしょ。だから、まあ、歴史、そのメアリーさんが何をしたかったのか、何を言いたかったのかって、その中身の解読することができたコンクルードが分かったわけでしょ。 ってことです逆になかったら分からなかったわけでしょ。だって開けないもんだって開いちゃったら歴史的にその,あの歴史的な価値がパーになっちゃうから、ね、何もなくなっちゃうからね。はい、い開けないわけですよ、はいで。今まで開いてなかったわけですよね、はい。そのビジュアルリアリティテクニックを使って中身を解読した。だから歴史が分かったってことですよね。それを言ってるだけですよ。それをつまりコンクルードって言ってるわけですよね。はい、ここねあの、最初の1行目でもう決着つけてくださいということです。ここも類推です。 はい、次行きましょう。えですね。問題がありました。で、次、アップグレードオブザコンピュータコード。アップグレードオブザコンピュータコードなんか今度コンピュータアップグレードさせてますね。はい。なんでいきなり出てきたっていう感じですよね。まあ、新しいのここねマーキングしてます。で、reduce the time for visual unfolding from day to hour って言うんですよ。これはプラスですか、マイナスですかプラスですよね。だって、 リデュースしてるわけですよ。だって今まで1日とか2日とかかかってたやつを数時間単位でできるようにしたわけですよ。ビジュアルアンフォールディングできるように、つまり解読することができるようにしたわけでしょいいですかはいアンフォールディング、折りたたみをアンですから解くことができたわけでしょビジュアル的にね。ビジュアル的に3次元の世界でねってことですよね。3次元の世界でアンフォールディングできた、つまり解読することができるようになったわけです。これはプラスですよね、は。い なぜそういうことができたかというと、アップグレードオブザコンピューターコードしたからでしょ。はい、ですよね。ここ、A はどうですか説明ですけど。プラスですかマイナスですかプラスですよね。どう考えてもね。だって、ね、プラスの話が来てるんですから。そうすると、どれになりますか ?A です。もういいじゃないか。4番ですよすーコンピューター。すぐに解読できてるわけでしょ。 数日かかってたのが数時間でできるようになったって言ってたじゃないですか。いいですか英文は同じ話の繰り返しですからね。はい、いいですかこれもう明らかにね、えー、2番とか3番はマイナスですからね、プラスですらないですからね、はい、こういう選択肢選ばないでくださいねということです。そうですね、だから絵が抽象で、その下の行が。 具体化されているわけですから、やっぱり抽象から具体のプロセスで英文っていうのは進んでいるんだなということですよね。これを知ってるか知らないかですだけですよ。この説問解けるか解けないかは,は。次のところに行きましょう。またね、人が出てきましたので、一応マーキングしてます。で、この人があーなんか言ってますね。また X-ray テクニックとか使ってますねはいえー Almost un。Uh アーケオロジックアプローチしてますね。はい、ア,ーロジックアーケオロジックは、まあ、考古学的なアプローチだって言ってるんですね。うん何のことだみたいな感じですよね。んでいけない考古学が出てきたみたいな感じですけども。愛、はいえー、の問題がですね、メニマス。これはもう単語だけで引いてですよね。インパクトオンアーティファクトリカバリーですよね。はい、インパクトは、これオンアーティファクトリカバリーって言ってますけど、つまり、 何にインパクトを与えるんですか手紙でしょだって散々その話してるじゃん。手紙を要は傷つけちゃうって話をしてたわけじゃない。手紙を傷つけないためにバーチャルリアリティテクノロジーを、あのー、開発したわけでしょそうですよね。だからインパクトはミニマイズしたいわけですよね。そうですよね。X-ray テクニック使って。そうですよね。ビジュアルアーキテクトあ、ビジュアルリアリスティックテクニック使ってミニマイズしたいわけですよ。 インパクトはね、はい、ミニマイズいいですよね。はい、ですけれども、これは、3番ですよね。reduce the smallest degree ですよね。はい。だインパクトのレベル、インパクトを小さくしたいわけですよね。はい,い,い。いいですかいいですかね。はい。もういいですよね。ということです。次の段落いきます。じゃあ、ニューテクニックもいいですよね。ニューテクニック何言ってるかいいですよね。で、significant innovation だと。 まあそうですよね、はい、今までも散々そうでしたよね。ちゃんと革命を起こしてきたことを言ってましたよね。はい、ということですよ。まあ何も新しいことないですよね。はい、何も新しいことないのかな。おだけですね、説問。はい、ですもうここはね、本当に同じ話のずっと繰り返しですよ、はい。さっきの段落もそうですけど、ずっと同じこと言ってるだけですよね。はい、で、おがあって、ハ、え、ド、ー、のロールイン。これもね、ロール。何のこと言ってるか、何のことっていうか、これも意味して。 いいるんじゃないですか多くの人がねはいま仮にですね、もし知らなかったとして、このノーロールインのロールの意味を知らなかったとしてもですよ、その前に、フーオールソーって来てるわけですから、オールソーですが誰々もっていうことは、誰かがいて、この人もってことでしょ。っていうことは、その誰かと一緒なわけですから、その誰かの方を見たらいいわけですよ、ハのノーロールインが分かんないであれば。その誰かっていうのをすでにもう前に出てきてるじゃないですか。 もう一人出てきてましたよね、直前に。いいですか、えー、と ?D から始まるこれなんて読むんですかねなんとかホー,ホークネスさんなんとかホークネスさんって出てきてますよねはい。<noise> ユニバーシティオブサンサンカリフォルニアですよ、はい。の人が出てきて Who was not involved in the research? 言ってるじゃないですか、これ。はいい,いですか これ、バズノットインバルムズイン知らなかったら、それはもうちょっと論外ですよ。はい。それはね、さすがにね、そのぐらいの単語は知ってなきゃダメですよ、最低限ね。これはもう、だって、高1レベルとかそのぐらい程度のレベルですよね。はい。そのぐらいのレベルはさすがに知っておきましょうね。だから関わってないってことで、リサーチに関わってないってことですよ。全く同じ形じゃないですか。この、えっと、上から3行目の形ですよ。上から3行目の形とこの、を説問をのところですよ。 全く同じですよねね形がねはいでここでまあ分かりますよねっていうことですよ。だからもしハードノーールインを知らなかったとしてもそこから弾き出せるということですし同志社大学の問題作成者はそういうことを求めてますよ。い,いいですか。このハードノーールインの意味を暗記してくださいということを皆さんに求めてはないです。その前の前オールソーから 今言った類推考え方で類推できますよねっていうことを類推できるよねってことを皆さんに求めてますからね。はい、類推力を求めてるんです。暗記力は求めてないですということになります。おですけれども、どれですかもういいですよね。えゥ、ー、ックノーパトインですよね。関わってないという3番でしょうということです、はい。あとは Z が残ってますね。はい、プレベントですから、まあ、何かを妨げた、不正だ。 s グザミングコレスパンダ e s アンレ e a l ール・ s ズ・ブロ k e n ですけれども、何を防いだんですかはい。The new technique は。エグザミン、調べられる。調べられるってことはどういうことですか何を調べられるんですか何を調べられることをプレベントするんですか手紙の中身ですよね。だからそのためにいろいろ折ったり切ったりしてたわけでしょ、昔はね。はい。いいですよね、もうね。で、Z ですけれども、Z は、まあ、 その意味が分からなかったしも、それしかないですよね。プレメントフロームですよね。3番ですよね。これは知らないとまずいですよね。ということです。はい。Z ね。いいですよね。3番です。で、J、問題ありますね。最後ですけれども。えー、フラストラ h ト i ですね。はい a s h l i g h ィス s s o p h i セキュリティシステムってやってますけれども。これも、まあ、意味知ってるか知ってないかかな。まあ、どうですかね。 ラストトレー皆さん知ってますか、まあ、壊れやすいっていうことですよね。なので、ディフィートが一番近いのか、打ち負かすですかね。あの多い悩ませるとかじゃないですからね。はいまあ、2番が一番近いのかなと思います。まあ、ここはね、うん、まあ単語の意味知ってないと厳しいんですかね、はい。知ってれば解けるかなっていう問題ですね。まあ、知らない方はね捨てるっていう感じでしょうね。ただ、4番のリフレクトは違うでしょうっていう感じですよね。 リフレクトはさすがに選ばないかなって感じですかね。はい。になると思います。そうすると大体全部、あとはできましたかね。はい。やりましたよね。ここもやってます。最後ですね、えー。本文内容1問題です。1番から見ていきましょうか。合ってるものを選びんでいきましょう。1番どうでしょうか合ってますか これはどうですかあレターロッキングのじゃあアートですか技術っていうのは、えー、19世紀ね、はあ、使う広く、ね、使われてましたよね。そうですよね。第一難学はそう言ってましたよね。これいいですよね。あ正解でしょうということです。2番見ていきましょう。これは こんなこと言ってないですよね。ビ e c a 以降ですけど、プライバシーはマストビープロテク、プライバシーが守られなければならないので手紙の、えー、手紙の中身を明らかにしちゃいけないとか、明らかにすべきじゃない、うん。そんなこと言ってないです。プライバシーが絶対だみたいなね。そんな話してないじゃないですか。プライバシーにこう作者の主張はなかったですよね。そこじゃないですよね。作者が言いたかったこと、ねはい、ね。ということですよ。 そんなにプライバシーの話出てきてないんで違いますよということです。これはね、書かれてないですね、こんな内容ね。3番見ていきましょう。これはですね、えー、3番ね、さっきちょうどやってたところですよね。Not in b a l b a r y に参加してないんですよ。この、ホ、えー、ークネスさん。ハークネスさんなのか、フォークネスさんなのかわからないですけど。はい ということですよなのでこれね参加しちゃってるんで間違いですよねはい3番間違いでしょう4番見ていきましょうどうですかこれは合ってますよねそうですよね X-ray マシンとかコンピューターがなかったらまあ当然バーチャルリアリティテクニックも生まれなかったでしょうからそうですよね えー、手紙の中身っていうのもダメージなしには分からなかったでしょうねそうですよね解読できませんでしたよねはいこれはね4番いいんじゃないですかということです5番見ていきましょう5番はどうですか一見合ってそうに見えますけどね なってそうに見えるんですが577が違うんじゃないかってことですねこういう数字系はちゃんと1回英語ね、あの長文の方で確認した方がいいと思いますはい皆さんでねやっておいてくださいここは577が違います6番見ていきましょうどうですか 6番、統合してユニフォームって,言って、まあ、ユニフォームってユニフォームですよ。はい、試合できるユニフォーム。だから、ユニフォームってみんな同じでしょ、はい、同じチームなのに違うユニフォーム着てることってないですよね。はい、みんな同じですよね。はい、だから、統合するっていう意味ですね、ユニフォームね。何が言いたいのかっていうと。これ、テクニック統合されてましたレターロッキングテクニック。嘘をつけって感じですよね。でバラエティって言ってたじゃないですか。ダイバースって言ってたじゃないですか。むしろ多様化が進んでたわけですよね。はい いろいろ個性があったって言ってたじゃないですか癖があったって言ってましたよねはい6番間違いでしょう7番どうですかこれもまあおそらくいいですよねレターロッキングテクニックそうですね最初に出てきたメアリーさん使ってましたからね使ってそれで、えー、レターロッキングしてましたからねはいおそらく良さそうですよね8番も見てみましょうか アアーえキアロジカルメソッっってえ言っていて、言いザデジタルテクニック、デジタルテクニックっていうことはこれバーチャルリアリティテクニックのこと言ってるわけですよね。それがオールターザコンディション、オールドドキュメント、つまりオールドドキュメント、つまり手紙のコンディション、状況をオールタ変えてしまうんですか。いや、変えないためにですよ。開かずとも、切らずとも、 中身が分かるようにするために、バーチャルリアリティテクニック、ザ・デジタルテクニックを開発したわけでしょう。変えないでしょこれは真逆のこと言ってますよね。はい、ということです。正解はなので、えっと、147になるでしょうねということです。はい、解説動が以上になります。お疲れ様でした。 あの解説動画を見る前に事前に過去問を解いていただいている方は解説動画のポイントを書き込んでもらったと思うのでもう一度自分だけでね解説動画と同じ考え方、動き方ができるか確認してみてください。あとは今回の過去問がパスナビの大学受験でも無料であのダウンロードすることができますのでまっさらな過去問でもう一度自分だけで同じことができるかどうか確認してみてください。あの勉強というのは他人の思考プロセスを自分のものにするものなのでさっき言ったね3つのポイント、それから3つのステップを意識して解説動画と同じ考え方、動き方ができるように自分の考え方を 自分の頭の中にやり方にすり込んでおいてくださいということになりますはいそれでは今回以上になりますお疲れ様でした